加藤圭介は、高知県上市出身の元プロ野球選手、宇藤右打ち。高知高校3年時に第73回選抜高等学校野球大会に出場するも、当時は、福山オスの控え投手であった。進学した近畿大学でも3年間未勝利だったが、4年時に、春季リーグで4勝を挙げ投格を表すと、さらに秋季リーグでは負けなしの5勝を挙げ、 リーグ MVP とベストナインを獲得する。大学選手権は準優勝したが、大隣健治が全試合に先発して、自身は準決勝で大差になっての登板のみ。秋は明治神宮大会の代表決定トーナメント、準決勝で先発し8回8奪三振で勝利し、出場を決めるも本大会は登板なし。 リーグ通算25試合9勝1敗防御率1.62。2005年度大学、社会人ドラフトにて福岡ソフトバンクホークスから4巡目、指名を受けて入団。1年目には当番の機会がなかったが、2007年6月24日の中日ドラゴンズ4回戦の9回裏に初当番翌2008年3月26日には、千葉ロッテマリーンズ3回戦では、 初先発を果たした。2010年は序盤こそ打ち込まれたものの、監督の秋山孝二が辛抱強く富士を起用し続けた結果、5月の中頃から安定した投球を見せ、勝ちパターンの中継ぎ投手としての地位を確立。6月7日には自己最速となる時速1 5 2トルをマークし、7月27日の楽天戦では2点ビハインドの状況で7回から、 救援当番その裏の攻撃で、味方打線が岩隈久さを打ち込んで逆転し、プロ初勝利を挙げた。これ以降も、勝負どころでの起用が続いたが、9月14日の千葉ロッテマリーンズ23回戦では、初球を清田育弘の頭に当て一球で危険球退場になるなど、不安定な面も見せた。最終的には65試合に当番し、 敗戦は一つもなくチームの7年ぶりの優勝に貢献した。プロ入り5年目ながらも新人王の権利を有しており、結局新人王の獲得はならなかったものの、記者投票は新人王を獲得した坂木原良に次ぐ50票を集めた。同年のシーズンオフの契約公開においては、推定年俸900万円から400%アップの4500万円の提示を受け、 びっくりする提示を受けて、これだけもらってもいいものかと、もう一度考えさせてくださいということですという理由により、保留し、この年の保留第1号となった。もちろん2度目の交渉においてこの条件で公開している。2011年は、春季キャンプ中に右ひーチ痛を発症し、その影響もあり、一軍当番なしに終わった。オフの契約公開では、 一軍当板なしという結果から2000万円ダウンの2500万円の提示に一発サインした。2012年の開幕は二軍で迎えたが、4月12日に一軍へ昇格。しかしながら、一軍での当板は6試合に止まった。2013年は、開幕から二軍暮らしが続き、同年7月25日に、吉野誠との交換トレードでオリックスバファローズへ移籍。 遺跡後も1軍での登板はなくシーズンを終えた。2軍では、遺跡前までで18試合登板、防御率9.19、遺跡後も8試合登板、防御率6.23で、通算26試合で、防御率8.14と打ち込まれた。2014年10月1日に、球団から戦力外通告を受けた。12月2日、自由契約公示された。ありがとうございます。